られない気持ちが強いです。この札幌、北海道っていうのは私が育った町で、すごく特別な場所でもあって、今日は今までお世話になった方がすごく応援してくださっていたので、まずもう海野選手のぶつかった姿を見せて、もうここでなら勝てるんじゃないかっていう奇跡みたいなのを信じて今日は戦いました。きっかけっていうのはなかったんですけど、ゲームの中ですごくリンリン選手が嫌がっているのをすごく感じていたので、粘り強く戦うのが、勝利につながるポイントになるんじゃないかなっていうふうに思って、最後まで相手が嫌がるぐらい粘ることができました。